なく実銃ぶっ放されてるのに余裕がすぎる。ちょ、未来の話したわ。ちょ、未来が見えたからね。ずっ、すごい戦いだ。僕には見える。ヤムちゃんには見えないだろうけどね。もともとドラゴンボールって規模感がすごい。ちょ、すっげえ、あの蹴りでここまで飛ぶ。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはドラゴンボール Z 神と神、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたドラゴンボール Z 神と神ということで、劇場版のリアクションですね、やっていこうと思うわけなんですけれども、まあいきなりドラゴンボールのリアクション動画が上がって、なんだなんだという風になっているかもしれないんですけれども、まあね、今月3月1日に鳥山明先生がね亡くなったということで、まあ僕もちっちゃい頃ドラゴンボールを読んで、もう胸を熱くした人間として、まあある種ね追悼も込めてドラゴンボールの映画を見ていこうと思っているわけなんですけれども、そんな中でも僕見たい映画があって、ブロリーがすごい見たくて、なんかすごいクオリティが高いしめっちゃ面白いよっていうのを、もう映画公開当初からずっと言われてたじゃないですか。で見たくて、いやでもなんかタイミングが合わなくて見れなくて、でまあリアクションにするかどうかもさておいて、どうしよう、いつ見ようかなと思っているタイミングで、まあ今回せっかくだからちょっとね、鳥山明先生の作品っていう、なんかやっぱりドラゴンボールに関連してっていうところで見ていこうと思うわけで、まあその流れで神と神から見ていくっていう形なのかな。僕ドラゴンボールは漫画でしか読んだことなくて、ちっちゃい頃映画も見たんだけど、一応ねでもブロリーに関しては3つ見てます。もう前作、あの惑星ベジータでデーデーンの元ネタになってるシーンとか、あとはあの地球であのカカロット食べたことないぜみたいなところとか、あとバイオブロリーか、その3つは見てるので、まあブロリーに関する情報っていうものは入ってるし、まあ一応漫画も読んでるから多分大丈夫だとは思うんですけど、とりあえずね動線として神と神復活の F を見れば、なんとなくドラゴンボールのブロリー、僕の見たいブロリーの映画はついていけるよみたいなことをドラゴンボール有識者から聞いてるので、まあそんな感じで、まあ神と神から追いかけていこうと思いますので、復活の F もね僕見てないんで、ちょっとリアクション動画としてやっていこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。劇場版もね僕本当に見てないので、なんかちっちゃい頃に1回見て、あのジャネンバのやつを見て、その見たあの夜に、あの小学校の頃だったんですけど、あのジャネンバに食べられて殺されるっていう夢を見て、あのトラウマになって、あのドラゴンボールの映画が見れなくなったわけなので、まあそれ以来なのかな。まあ本当にさっきも言ったようにね、僕漫画とちょっとした映画しか見てないから、本当ににわか丸出しなところがあるかもしれないんですけれども、ドラゴンボール有識者の方はね、あったかい目で見ていただけたらなというふうに思います。本当にライト勢なので、はい、というわけでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。プライムビデオですね、やっていきますので、ぜひとも、はい、というわけでプライムビデオで見ていきます。よーい、スタート。さあ行きましょう。さあ本当ににわかなので許してください。はい、僕悟空が最強だと思ってるタイプなんですけど、あれらしいですよね、なんかドラゴンボールスーパーだと悟空最強じゃないんでしょ、なんかそんな話を聞いたよ。なんかもっと強いのがいっぱいいる。なんか17号が強くなってたりとか、なんかピッコロがめちゃくちゃ強くなってたりとかっていう話はドラゴンボール好きの友達から聞いてて、まあ、そんなレベルの知識なので、本当に優しく見ていただけたらと思います。あったかい目でよろしくお願いします。間違っててもあったかく訂正していただけたら嬉しい。さあ鳥山明先生、いやもう本当に少年少女みんなドラゴンボールでつながったよね、ちっちゃい頃は特に。さあ、火曜神、火曜神様、あ、さあ悟空、なんかあら、さあさあさあ修行に来てる。ああ、そうそうそう、ビルス、ビルスもめちゃめちゃ強いんだよね。あ悟空、そうです、海王様、あら、意外と察しがいい。あ
おう、おーい、うん、さあどこに行くんだ。ああ、そうそうそう、破壊神ビルスっていう。そう、ビルス。さあ戦う気満々。うん、すごい。そうね。うん。あ、そんなやばいんだ。あお。テンション上がってるな。なんか。破壊神もめちゃめちゃ強いし、なんかいっぱい強いのが出てから、神と神、いいね、バトルオブゴッツ超かっけー。そうなんだよな、本当に小学校の頃のドラゴンボールの記憶で止まってるところも多いし、破壊神という概念、なんか多分ここでは出てこないけど、なんか全王様っていうのもいるぞみたいな、めちゃめちゃ聞かされてました大学時代に。わお、何、なんだっけ、ビルスとウイスがうんぬんかんぬん、これがあれ、ウイスだっけ、ルイスだっけ。わお、何ここ、てかここは、ここはどこ、壊してる、砂時計。さあビルス、目覚まし爆弾、あ、爆発する、過激なお目覚め。そうだ、声が最強なんだ。15年はもう朝を何回繰り返してるんだ。うん、あら、あー、羽織ってる。猫っぽいよね。すごいな。寝起き悪っ。え、口歩いてる。びっくりした。あ、すごい。あの、トムとジェリーシステム。なんか可愛いデザインだよな。あら、そうなの、魔人ブは5秒ぐらい寝てた気がする。うん、気になること、うん、ウイスだよね。うん、あ、フリーザーと繋がってんの。うん、おー、
仙台？うん。もう破壊されてない？フリーザは。わお。まあ寝る前はそのレベルで強かったんだフリーザが。まあ帝王だもんな宇宙の。さあ悟空、カカロット、うん、でも抜け出してる、うん、うん、うん、さあスーパーサイヤ人、フリーザもなんかめちゃくちゃ強いってすごい聞いてるんだけど、ああエース何になっちゃった、うん、3までいけるよ、うん、こういうやつ、うん、ゴッド、うん、あ、うん、夢か、以前にいたのかと思った、予知夢か、あー、なるほど、すごい行儀がすごいけど大丈夫、あ、そうなんだ、うん、それん、いや当たるよいつかは、予言魚、おーおーおー、な、早い、ファインディング予言魚、うん、言ったことに、言ったことになる、一致してる、うん、まあそのレベルで強いんだもんね、あー、ビルスはビルスで戦闘狂なわけか、うん、合うんだ、わお、ゴッド、うん、あれゴッドスーパーサイヤ人、あれ、お、地球だ、5人、うん、え、ああ確かに、リアクションと一緒に見てください、アニメを。さあ、来ちゃうけど。あー、でもなんかすごいな、デザインが。なんか今までの敵ってミュータント系だけど、なんか、今回動物っぽいよね、猫っぽい。さあ。あ、
ブルマの誕生日。サイヤ人5人って誰だ？ベジータ？息子をカウントするなら？トランクス5点？ご飯？悟空？あ、はあはあはあ。あ、ピッコロさん。ああ、まあそうね。そういうタイプです。あら。まあ戦闘大好き。トレーニング大好き。さあ、牛魔王パイセンもいるな。うん。あ、クリリンだ。あら。うん。すごいな。割と、植物的。ビンゴ要因として。あ、亀仙人だ。あ？あ、ゴーク！何？はあ、どういう役割の人、あれなの？神、破壊神って。壊して生む。壊す案。あ？なんか、使命感に溢れてるタイプでもないもんな。さあ、そんなこと言ってずっとおとなしくしてるのかな、悟空が。うわー来てるー怖いー。さあ後ろに、あ、そうそう、合わせてくれない。一周できるからな。あ、そうなんだ。え？まあ、小さくとも無事だったならよかった。うん。わあわあわあ。さあ、おそら悟空キャンセル。オッケー、おっしゃいます。うん、スーパーサイヤ人ゴッド。もう言葉遣いにねえです。うん、うん、うん、なんだ、何か測ってる？上腕筋。うん、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 できるね。見通してる。
わわ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 わ。なんか、尻尾のある敵って怖いな。さあ、試合、わあ、音楽が まあ、そんなレベルじゃないよね、多分。海王様はすごい悩んでいる。苛まれている。スーパーサイヤ人3まで行く？ここから3まで。わお。スリー。あ、バブルス君。おおおお。細身なのにね。さあ、裏、え、はい、やい、え、あ、え、いや、デコピンでめっちゃダメージが。いや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 、あ、ダメだ。あ、相手になりません。あ、こんな違う、まあ、そうか。まあ、でも、悟空が壊しちゃったこの星。いやいや、どっから出て、え？首飛んだ。なんか、まあ、マジで強さが分かりづらい。なんか速いとかそういうんじゃないよね。パワーが半端ないとか、なんか、そんな、な、なんだこれは。どう強いの？なんか、5でも10でもなくない？あー。てか、悟空でこれじゃもうダメじゃない？地球。さあ、ベジータ、修行してる。あー、すごいな。すごいすごいすごい。性格。あ、壊しちゃった。さあ。破壊神。親父が知り合い。
惑星消せるぐらいだもんね。うん。ていうか、なんか未知数すぎて何が強いのかがわからない。本当に。なんか多分気が半端ないとかそういうんじゃないでしょ。だって全くもって察知できないレベルってことでしょ、あの強さ。さあ。さあ、かなり。あら、ああ、うん、あって、察知しない、察知できないんだ。記憶ある？思い出した？うん。滅びる前だもんね。そうしないと滅びちゃう。まあ、ある種災害的な認識をしていいっぽいよな、この感じだと。来たらやばいみたいな。お父様が。やばすぎる。うん。おう。あ、うっくしゃー、マジこ。静かすぎるな。あ、やばい、ちょっと、なんか、やばい、ベジータのやばい、ベジ、4時半、うん、なんか起きる。これ、ダバいな。これ多分、ベジータの胃が炸裂するかもしれない。ちょっと。さあさあさあ、ま、なんか楽しく踊れしてるけど。わわわわ。馴染んでる。大丈夫かな？サタンあたりが、きっかけつ、お？ピラフ？ピラフ？お、あら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 、ピラフ一味？
なんか刀身がなんかギャグ漫画だな。ああ。うん。ああ、そうか、子供になっちゃったのか。刀身が。あ、そうなの？犬と換算していいの？あなた。さあ、まあ、忍び込んできてる。景品？あ、景品が、ドラゴンボール？破格すぎないか？ビンゴ大会の景品、ドラゴンボールって。大会景品立ち入り禁止。え、マジでドラゴンボールあったりする？え、白くれんの？え、白くれんの？嬉しい。金持ちすぎるな。さすがって。なんだっけ？カプセルなん、あら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 。精神まで子供になって、うんちなんだね。あの、いいと思います。まあまあ社長だもんね、多分ね。あら。あら、すごいな。かわいいな。あら、え、どでかダイヤ。ねえ、一等は。一等ドラゴンボールは破格すぎる。いくらか何かかと思った一瞬。バンザイバンザイ。かわいいな。ああ。お？トランクス。あら、やばいよ。猿！行っちゃった？怖い。やばい、遊ばれる。やばい、遊ばれる、遊ばれる、遊ばれる。危険な二人に遊ばれる。いや、痛い目に遭うと思うよ。あ、やばいやばい。あ、そう、悟空とウリ二つだ。あ、やばい。あ、やばいでございます。完全にトラウマになってしまっている。すごいな。外は結構シリアスな空気だと思うんだけど、ベジータの胃の中特に。お？あ、ダイヤ。かわいい。あ、球根？え、球根かなこれ。あら。そんな流れが。あら、マジかよ。すごいな。心からのすごいな。さあ、ピラフ一味。ピラフ一味が絡むと割とろくなことがなさそうなんですけど、大丈夫ですか？なんか地球破壊のきっかけを作りそう。お？あら。あら。通信中。なるほど。
まあね。うん。うん。100万ゼリーなら軽く払いそう。あら。あ、やばうん。あらあら。完全にいい感じになってしまう。トランクスの恋愛事情って、どうだったっけな？あら！あなたじゃない！かわいい。あら、あら！今、お子ちゃまです。あら、あら。手を、あ、順序。うん。いいですよ。ピラ、どうなんだろう。あれ？ブルマとピラフって顔見知りじゃなかったっけ？バレそう。ウーロンあたりに。あ、順調すぎる。トリール。そうだよね。知ってるよね。っていうか、ドラゴンボール取り合ってる仲じゃない？あらららららら。あ！なんかすごい。あ、でもなんかしっかり、年を重ねてるのがわかるな。なんなんだろう、このデザインの妙は。なんか昔もしっかり、若かった。ああ。あら、たこ焼きを食べている。気に入ってもらえたならよかった。うん。あら、じゃ、実年齢が。修行？え？帰らなくていいの？一周する？すごいな、このカメラワークが。背中受ける。ああ、なるほど、自分で受けるのか。あー、でもなんか軽く受け、うわー、なんか、あ、むちゃくちゃだ。おい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 、すごいことになってるね。本当に壊れるんじゃない？この星。でも、グッて受けてたよね。多分、ねえ、なんか軽く受けてたよね、すべてを。呂力が、まあまあまあ。条件があるの？まあ、来ないと思うけど。まあ、そうね。さあ。あら、ビンゴ大会。さあ、始まる。白星。すごいな。あはははは、そっち。あの、持ってる人の方に。さあ、一個ないけど。破格がすぎる！破格がすぎる！ああ、願い玉そのものだよね。あ、出してもらう気？さあ。やばい、ヤムちゃん、気づいてしまった。さあ。やばい、逃げようとしてる。
あら。あ。あ。罠か？おう。あら、あ、多分、一切通らないと思う。もうだいぶ、手口が一貫で、手口が一貫で止まってる。もう多分、重火器が通じる世界観じゃないぞ、これ。うん。お？いや。ああ、そうですね。まあ、そうで、この世界だと重火器はだって戦闘力 5？ あら。あら。あ、あご飯？あ、やべ、グレートサイマン。なんかすごい、なんかすごい、トンチキ空間が流れてるけど。はい、そうです。やっぱ、イライラしてる。そう、大丈夫。あ、多分大丈夫だと思う。もうだいぶ前の段階で重火器はあんまり通用しないよな。うん。シンプルに撃って、すごい要求。あの、多分実銃だよね、これ。うっ！なぜ通さないのか。皮膚が硬すぎる。あ、酔ってる？うん、ほんま。あの、なんか、あの、いろいろとおかしなことに、あ、ビーデル。あなたが弾いたから当たったんじゃないの？何してんの？ああ、神様と言ってもデンデだぞ。うん。まあ、あなたはサタンだけど。ん？直せた。弾は大丈夫かな？ん？あら！パンちゃん？まあ、ちょっとハイになりすぎてる。あ、ちょっと、弱かったね。でも皮膚がカチカチ。すいません、失礼いたし、これもよ、あ、砂になっちゃった。あり、あー。でも本当に基準が気分なんだね。お？あら、なに？お？あ、なに？あ、すごい、あ、ベジータ。あ、なに？お料理教室の再来みたいになってる。あ、なんか落ちた。ああ、楽しそうな、ベジータがこういうことをしなきゃいけないという。まあ、リセットはできたかな？まあ、リセットはできた。やばい。修羅場に慣れすぎてるって。実銃ぶっ放されてるのに余裕がすぎる。まあ、さ。まあ、でもみんな一回死んでるんだっけ？お菓子にされちゃってんだよね。確か。ブーはいたもんな。
さあ、28。うん。プリン。あら。あら。ブーだ。分けてあげて。あら。あら。そんなにあるのにって。ああ、やばい。すごい。やばい。怒ってるよ。怒ってるよ。ベジータが。ああ、ビンゴと。やっば、クッキーになっちゃえ。ええー、あ、プリンの恨み、食べ物の恨みっていうのが一番怖いですからね。これはあれだもんね。なんだっけ、なんじなんじゅブーもいっぱいあるんだよな。全のブー。あ、さあ全員で、いや箸で、いや料理される。マジか。おー、あ、やばい、痛い痛い痛い。あ、お前はもう死んでいる。はい、さあご飯。さあ、うん、痛い、あー痛い。あー戻る、やばいよ。いやいやいや、ま、あ、寿司。あ、これあれか。これあれだな、多分。こんな美味しい食べ物を出す星を消すのはもったいないルートだ。あ、この中だと最高戦力って誰だ？ゴテンクスさん？うん。さあ。しっかり。しっかりサムザン。ああ。どっかで買ってきてあげよう、もうプリンを。やっぱ。あ、お尻ペンペンされる。ごめんなさい。ごめんなさいでした。あ、でも、そう、破壊神のお尻ペンペンだから多分お尻砕けてる、多分今。大殿筋あたりが。すっごいバイブスで星を壊す。あ、あ、ブールマ。さあ、38歳。そうか、年上だったのか、あの舞ちゃんは。あっ、しばく。ああ、ブルマオーオールド。そったり、すごい一発入れた。入ってるじゃん、怒りの力。超えた。でも入れてるもんね、しっかりダメージ入ってる。
わわわわわわ、すごいなこれ。あ、これ演出です、これ演出ですよ。やっぱりポリスが、CV どうなった？あ、あれか、あの金メダルの人？あー、プリン食べれなくなっちゃうよ。いいの？ウニ食べてるけど。そうですよ、あのプリン買ってくるから。すんごいバイブスで生きてるな、この神様。あ、卵あるよ。さあ、あ、美味しいものあるから許すパターンじゃなかったわ。全然止めないし、ウィス。おおお。これでも戦うならもうヤムチャしかいなくないか？もう最後の戦力ヤムチャ、老化夫婦剣。あ、こうやって消すの？あ、待てー！あ、悟空！あ、悟空！悟空はなんか覚えてきた？あ、さあ、来たけど、ベジットになる？わお。うん。お？お？お？何？ああ、いくくしてんの？ゴッドにしてくれっていうの？そうね。な。すごい口が強い。強すぎる。ああ。あ。そうですね。え？あ、え、規模感？言い方、ね、トンチキ集団すぎてさすがにピクピクしてるぞ。さあ、さあ、いでよシェンロンして、うん、ていうか多分シェンロンより上位の存在だよね。どうする？無理だって言われたら、なんだそれはって言われたらどうしよう。さあ、ほら見て、あ、これ演出です、これホログラムです。あら、あら、あれ、せんべいさん、せんべいさんっぽいけど同じ世界線なんだっけ。
ペンギン村に行ってたな、そういえば原作でも。うん。聞くの？あ、知ってんの？あ、違う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 、あの、すごいすごい。わお。一時的に作り出される神。あ、あ、ビル、あ、そう、あ、あ、こんにちは。うん、うん、恐縮してる。うん、偶然。あー、ま、あー、え？あ、すごい恐縮してる。いつ5人、5つのサイヤ人、5人いるけど、うん、あら、すごいすごい、じじくさい。まあ、ご飯のお父さんだからな、ピッコロは。うん。あはは。うん。そうね。まあ、何を正しいとするかによる。あはは。やばいやばい。いや、ぶち切れてく、むーん。うん。うん。けど、作り出す？天ぷら食べてる。これ食べれなくなっちゃうよ。いいの？ビルス様？まあでもね、あれ宇宙だもんな。宇宙規模ならあるか。そんぐらい美味しいものは。さすがに火星ぐらいにあるだろう。エビ天に匹敵するものは。てか全く反応してないけど。とんでもない光の流れが出てるけど。あ、バチバチいってる。まだ？なんか色変わんなかったっけ？お？あ、そうか、神に、あ、そうか。わあ。まあ、そうか、神と同化してる。あ、そういうものなんだ。そうか、だからビルスは、読み取れないのか。うん。もう一人？え、どうすんの？
一人足んなくない？弟。そんなすぐ来れるもレベルじゃないと思うけど、ベジータ弟いるんだ。お腹？うん。うん。あ、パパのことかと思ったわ、僕も。うん。ってなると、あらあら、そうだ、サタの孫。とはいえ、そうだよな、そこだよね、問題。すごいな。ヒロイン枠でもありながら、めちゃくちゃ重要キャラに格上げされていますね。ビーデルさん。この中に入るんだ。これで一人に集約する？あ！光り始めてる！あら！サイヤ人の血が。わお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 。生まれる？純粋な心を持つ。さあ、生まれるぞ！あ、赤くなった！神になった。でも、表面化してないってことだ。わからないってことは。えらい、ビル様。目も赤くなってる。うん。ああ。あ、そうか、でも。お互い感覚としてわかんないの、どんくらい強いかとか。これで対等？あ、この上でスーパーサイヤ人になると青くなるのか。そういうことか。ごめん、ちょっと未来の話したわ。ちょっ、未来が見えたからね。ずっ、赤い木だ。でも見切られてる？わお！驚いてる。でもこの二人ぶつかったら、その余波で地球が消えそう。わあ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 。カメラワークがすごいな、なんか上から見たり。左から見、そう、神と神。そうか。スーパーサイヤ人ゴッドと、赤い人！いや、よよ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 、いや、おーおーおお、押してないってか、よ、ここ、ああ、すげえ、マジかよ。ああ、劇場で見たかったかもしれない、これ。上映してくんないかな？うん。
うん。不満だ。すごいな。もう破裂しかしてないじゃん。わわわ、すごい戦いだ。僕には見える。ヤムちゃんには見えないだろうけどね。すごいな。うん。うん。うわ。自分の力でだけじゃなく。ああ。さあ！いや、まだ全然本気じゃないよね。いやいや、もうちょい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 。いやーちょっとマジで軽い。てか音が違うよね。ビルスだけ。ビルスだけっていうか、ギュンとかじゃなくて、なんか。さあ隠れる隠れる。あ、すごい。すごいシステム。可能な限り距離取らないと。さ、駆けつけてる。いや。規模感。もともとドラゴンボールって規模感がすごい。じゃあすっげえ、あの蹴りでここまで飛ぶ？あ、恐竜くん避けた方がいいよ。いやいやいや、これすごいぞマジで。でも、切れてるな。切れてる。切れてる。つかり合ってるぞ。え？あ、岩が。お、弓の上だ！沈める！わお、海が割れた。 This is モーセ。でよ、うわぁ、いやいや、地中にそんなとこまで潜らんでも。あー、でもいや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 、そうね、踊りまくった。うん、はあ、なるほど、仲間の力を借りて。ああ、うん、うーん。あ、まだある。お、さあ、水が、そう、すごい軽いのにめちゃくちゃ重そうなんだよな、打撃音が。あ、切れた。切れちゃったじゃん。いや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 。お？え？切れてる。あ、瞬間移動。いや、瞬間移動。ああ、瞬間移動。ああ、気弾だ。エネルギー弾。徐々に出力上がってる。中、お、ほん、てか切れてるのに翻弄してね。あーあーあーあああああ、でビル様が切れちゃった。お、ちょっとゴッドがか切れたと思ったら、いやすごいなこれ。せん、うわ、
葉大臣。音楽、いや。わお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 。そうだよね。それでも、いやでも対等じゃない。いや書いてないって。わお。すごい。いやこれすごいな、これ劇場で見た人すごいだろうな。ああ宇宙まで行っちゃった。いや見えてきてるぞ。あ飛び道具してやる。さあ、ああ瞬間移動の連続カメハメハ。ああもう喉がやばいんだけど、マジで。すごいな。え、食らってる、こーら。あ受けた、どっちだ、見えない。眩しい、外も明るい今。いや、でも。え、あ、やばい、あ、地球破壊爆弾。ちょ、気楽にそんなもの。マジンガー、これ当たったらやばいよね。これ元気玉とかの火じゃないよね多分。え、太陽じゃないこれ。うん、あ、悟空は気づいてないんだ。お、吸収、そういうこと？もともとのスペックがそっちに追いついたってこと？これはやばい。やばい。ってこと、これ終わります？本当に終わらないこれ。どう逆転すんのこれ。え、これマジで終わんない？ちょ、あ、どうすんの、え、ちょ、え、これ、え、本当にこっからの逆転劇が全くわからん。え、ちょ、あ、やばい、マジです。ちょっと待っ、これちょっと、あの、太陽を捨てで止めろというのが、もう若干無理がある。ちょ、あ、まがまがしいよね。本当に今まで見たことないエネルギーみたいな。あ、やばい。ち、あ、もう。何が起きてるんだ？あ、外が眩しい。返せる？これ。わ、え、なに、父、みんなの力を。え、やばくね、あー、あ、なんだ、あ、あ、こっからさらにゴッドになるの。
あ、ゴッドを吸収した上でさらにね、力を。え？あ？受け止めてる？何？吸収してる？え？吸収しちゃったよ。え？吸収したよね？え？やばくね？そんな、ゼロ地点突破みたいな。いや、でも、これでまだ、これって、やっと5分ぐらい？お？2番目、え、まだ上がいんの？あ、このカット覚えてるかも。あ、はい。うん。うん。あ、パフェク食べてる。あら。うん。え？あ、声出ちゃった。あ、え？え？ウィースの方が強いの？第7。あ、宇宙一般の知ってるわ。なんか聞いたわ。あ、12。まあ、実質第7宇宙1と言ってもいいのかな。あ、ここら辺のカットは勤労で見たような気がする。やっぱり、この地球を背にしたカットとか。ああ、でも、吸収して、だいぶ強っ。さあ、ちょい、あ、これ、なんか、びっくりドッキリないの？なんか、びっくりドッキリ、びっくりドッキリ、どんどん、え？ウィスが止めるとか？ウィス止めてください。美味しい食べ物がいっぱいありますけれども。何待ち？俺何待ち？何待ち？谷待ち？そういうこと？あ、部分破壊で許してくれた。プリンあげよう。あら、まあ。おう。あ、すごい強すぎるま、礼節はありそうだね。あ、確かにいいと思う。わお。あ、ま、バイブスで生きてるっぽいけど、割と礼節はあるタイプの人でした。あ、てか、今すぐプリンを作らないと。あ、これが第7宇宙？満足、ま、ある種満足したのかな？
が集まるね。ごめん、ところどころボソっててマイクが拾えてないかも。7割なのあれで。あ、ベジータを認めてるじゃん。あ、そうかそうか。でもブチ切れた時、あら寿司折り、あわさびだ。一気に食べるといいですよ。お好みでどうぞ。うん、聞こえてたんだ。あ、聞いてたんだ。でもパワーバランス的には ウイスの方が上なんじゃないの。あ、じゃあ、あー、あー、よかった。あー、嬉しすぎて、嬉しすぎていろいろ壊してる。え、あ、強い。え、あ、こ、あ、ちょっと、いろいろとびっくりしすぎてて、僕ももうついていけないかもしれない。あ、おめでとうございます。さあ、ピラフたち、あら、いい感じになってる、いい感じになってる。トランクス、そうね、うん、うん、すごいな、優しい愛の力。あら、まあでも全然通じてたもんね。ブルマを軽く扱いすぎている。ん？あ、見てた。あら、なるほど、隠れてたわけか。なんか本当に戦闘民族以外には本当に頭が上がらない感じがいいよね、悟空。特に女性。OK、OK。おもろ。すごいな、でもこれちょっと映画館で見たい感はあるな。めちゃめちゃカメラとかこだわってない？わお、そうだよね、この頃からだよね。そうだよな。わあ、もうなんか、あー、で、天空ペケ事件。ナムさんだっけ。あ、バンコクびっくりショーだ。孫、よく、なんだっけ、8号だっけ、孫悟空いじめたなって、11号だっけ。それ、レッドリボン軍、ベロだけで倒すタオパイパイとか覚えてるよ、僕。ブルー諸君がベロだけで。さあ、これはあれだ、お父さんだ。お父さんっていうか、育ての親のご飯だ。太陽拳。さあ、無態と。無態と。さあ、これピッコロ大魔を倒したとき。無態とってなんだっけ？記憶がないな。さあ、神様、シェンさんだっけ。あー、ラディッツ出てきて、
いいね、これいいね、これなんか、なんかやっぱり、名シーン振り返る。出た、紫将軍だっけ、なんか紫軍曹だっけ、なんだっけ、あの、分身するの。スーパーエリート。さあ、ドドリアさん。ギニュー特戦隊。宇宙で一番速いバードはどこだ？宇宙で一番速い。フリーザより速いと噂なのかどうなのか。あいつを除いて俺が一番だぜみたいなのか。さあ。俺は怒ったぞ、フリーザ。さあ、セル編に入っていく。さあ、19号と20号。わお。いいなぁ。うわぁ、でもなんか改めて思うけど、でも本当にさぁ、これ読んでる人多かったよね、僕も。なんか、ドラゴンボールって本当にマスターピースじゃない？日本人。いや、世界にとってもマスターピースだと思うわ。ぶっちゃけだってさぁ、割と共通認識で通じるよね、ドラゴンボールはね。特に、今、さらに、ねぇ、まあ、悲しいことに亡くなったことでさらにドラゴンボールに触れてみようっていう人増えるだろうから、ねえ、皮肉なことかもしれないけど、これを通して知らない人とも絶対仲良くなれるよね。ああ、いいね。いや、素晴らしい。復活の絵も楽しみ。マジで。フリーザめちゃくちゃ強かったみたいな。そんな話でしょ？いや、マジ、いや、超いいね。あ、ま、改めて見ていいな。めーあーめーあーもう、ちょっとカメハメハ選手権出ちゃおうかな、オーストラリアだっけ。あー、いいね。うわー、マジで。いいものだ。いいものだ。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、めちゃくちゃ熱い。熱い熱いです、これ。大人でも盛り上がるね。なんか親子連れでさ、やっぱり見に行ってさ、なんか大人も興奮しちゃったよみたいなさ、結構なんかニュースとかでやってたじゃないですか。こういう、やっぱりドラゴンボールの映画が公開されると、いやでもいいよね。大人子供関係なく、読んだ人はみんな同じ気持ちで熱くなれるっていうのはさ、やっぱりこう歴史を超える名作ではあるなっていうところでもあるし、いや、マジでいいな。超いいね。いや、神と神。ところどころ金曜ロードショーで見たことあるなみたいなカットはやっぱりあったけど、でもやっぱり改めて見ても、これ劇場で追いたいなって思ってしまうほどの臨場感。いや、音とかもやばかっただろうね。だって、360度聞こえるようになると思うよ。だって、ドド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 ンみたいな。こんなん熱くならんわけないでしょ、みたいな感じになってしまいますわ、私っていう感じではあるんですけど。いや、いいなぁ。めちゃめちゃテンション上がった。ビルスめっちゃ強かったし、でもウィスの方が強いんでしょ？だから、この段階での序列は、だから、ウィスの方が強い。師匠だからウィスの方が強いのか。ウィス、ビルス、悟空っていう感じの序列にはなったわけなのか。なんかやっぱりスーパーとかに入ると、悟空より強いキャラが結構出てくるよ、みたいな話を、なんか、ドラゴンボール好きの友達から聞いてたんだよね。だから、ブローリー、その友達がブローリーめちゃくちゃ面白いよって言われたから、すごい見てみようかなって思って、ブローリーの映画だけ見て、さあさあさあ見ようかなって思って、なんやかんや見ることなくっていう形になってしまったわけなんだけど、でも復活の日も楽しみだな。フリーザもなんかめちゃくちゃ強くなってんだよ、みたいな話は聞いた。だから、なんかすごいエリートで修行せずあの強さだから修行したらとんでもなくなったんだよねみたいなのが復活の F で明らかになるみたいな。すっげーネタバレしちゃったわ。でもなんかだからフリーザがめちゃめちゃ脅威だよみたいな。だから過去の敵がちょっと強くなったみたいな、なんかあれみたいな、なんかわかんない、僕知らないんだけどさ、クーラもメタルクーラも知らないんだけどさ、クーラからメタルクーラになったみたいな、そういう次元じゃねえぜみたいな話を聞いてたので、いやちょっとマジで楽しみだな。いや、いいですね、いいですね。うわ、ちょっと、だから、なんか修行せずに強かったフリーザが修行して本気になったらめちゃめちゃやばいみたいな。まあでも、だってビルスが認めるほどっていうところでもね。でもやっぱりこの段階からすると、やっぱりフリーザ、あのフリーザがみたいな言い方をしてるってことは伏線だったのかな。フリーザもなんか、
めちゃくちゃ強くなってるみたいな話だったと思うので、でもなんだっけ、なんかで見たんだけどさ、これネットだけかわかんない、デマかなんかわかんないけど、フリーザってなんか地獄だっけ、地獄ではなんかセルの駒使いみたいな話を聞いてたんだけど、どうなんですかね、そこら辺はね。うん、復活の F とかで明らかになるのかな。うん、でもこれって監修って鳥山明さんなのかな、誰かが書いて鳥山明さんが許可出すみたいな形ではないでしょ。うん、まあ多分ストーリーやシナリオを出して鳥山明さんが修正したりとかしてる、完全ノータッチじゃないよね多分ね。うん、いやでも全然違ったな、ビルス。なんかさ、軽そうなのにめちゃめちゃ重いっていうね。なんか音も違ったじゃん、なんかギュインバーンだったのにさ、なんかフワワンポンみたいな、そんななのにさ、めちゃくちゃ打撃重いしさ、なんかそのこだわりとかも含めてめちゃめちゃ見てて熱くなりましたね。いやいや、これは楽しみだな本当に。復活の F も楽しみ、マジで。復活の F は本当に金曜ロードショーとかですら見たことがないから、全くもって新規、なんだっけ、ゴールデンフリーザだっけ、なんかあれが出てくるんだぜ、めちゃめちゃ強いぜみたいな、そういう噂でしか聞いてない。なんか本当に友達からまた聞きだったり、ネットとかでなんか断片的になんかちょっと見たかなみたいな、見たかな見てないかなみたいな、なんかそんな噂だけをこうやっと見ることができるのかって思うと、ちょっとすごいテンションが上がってくる。うん、いやーいいねいいね。ブロリーもこのまま流れで見ていくんですけど、多分翌日にフリーザが流れるっていうか、多分これ29日に上がってると思うんですよ。3月の29日で30日に復活の F が上がって、31日にブロリーが上がってると思うんですけど、まあ翌日を復活の F 楽しみにしていただけたらなというふうに思います。なんかせっかくだから見返そうと思ってる方もいらっしゃると思うのでね、なんかそのタイミングで一緒にワクワクしていただけたらと思います。なんかすごいボソッと喋っちゃったりだとか、なんかちょっと、まあ、やっぱりにわかだから僕本当に、やっぱりだから多分なんか悪のサイヤ人と正義のサイヤ人、なんかバーダックだっけとかも関係してるのかなって思ったりとか、なんかそういうのもあるのかなって思ったりとかもしたんだけど、ちょっとやっぱり僕の中で根拠がなかったから、なんかバーダック、あれでベジータとバーダックがいろいろと揉めたりしたんだっけ、どうなんだっけ、バーダックがあれでみたいな、ブロリーがフリーザの恐れてる伝説のスーパーサイヤ人枠なんだよみたいなことは知ってるんだけど、なんかそこら辺も含めてね、まあなんかいろいろとなんか補足があればよろしくお願いします。多分上がってる頃にはブロリーまで見ちゃってるんだけど、なんか知識としてね、正しいのを教えていただけるとすごい助かるなと思いますので、ぜひとも教えていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、いやめちゃめちゃ良かった、ビルスかっこいいし、なんかやっぱりさ、なんかそれこそ本当にミュータント系みたいな話をしたけどさ、やっぱり今までの敵だったりとかさ、フリーザ編以降の敵って特にさ、宇宙人っぽいデザインっていうのが結構多いけどさ、なんかどっちかっていうとさ、ビルス様はさ、なんかミーアキャットとかさ、そっち系だよね、なんか生き物系、獣人系だからさ、またなんか新しい感覚だよね。なんかセルとか本当になんか人造生命体みたいな感じだし、なんかフリーザやっぱり完全に宇宙人ですわよみたいな感じだし、ね、ブーはブーでね、やっぱりユーマ系っていうところでもあるので、なんかあんな、なんか細くて、なんか軽そうな猫みたいな存在があんなに振り回す、のはちょっとめっちゃけびっくりしたよね。まあブロリーがだいぶ強かったから振り回される悟空っていうのはね、結構見慣れてるところもあったんだけど、でもなんか強い敵って明確に強いってわかるじゃん。でもさ、ビルスはその感じがなかったからちょっと衝撃的でした。ブーはどうなんだっけ。ブーってさ、あの前世のブーってあんま強くないんだよね。なんか別れた悪のブーがめちゃめちゃ強いっていう感じだったんだよね。そこら辺もね、やっぱりなんか細かい設定があるらしくて、なんかちょっと僕もちょっと記憶しきれてないところであるわけですよね。本当ににわかでごめんなさい。本当に僕アルティメットご飯もさ、なんだっけ、なんかアルティメットご飯は修行が終わった後のご飯なんだよみたいな、なんか海王神様に強くしてもらった後のなんかご飯なんだっけ、なんかそこら辺僕もさ、なんかいろいろと用語はさ、なんかドラゴンボール好きの中でいろいろ用語が飛び交うけどさ、やっぱり僕もさ、一応さ、漫画読んでるから知ってるぜみたいな感じで入るけどさ、詳しい人って結構ガチじゃん、あれがこれでこれがそれでみたいな。僕 GT も見てないからさ、だからついてはいけないんだけどさ、でもなんとなくさ、この情熱っていうのはやっぱりドラゴンボール好きな人も嫌いな人も分かち合うことができると思うので、ぜひともこれから復活の F まで一緒に追いかけていただけたらと思います。長くなっちゃうので今回はこんな感じで、はい、というわけで以上、ドラゴンボール Z 神と神でした。バイバイ。